ある日非常に晴れた日だったんですけども、熱海から小田原の方に向かっていくメガネトンネルっていうのが昔はあって、でそこにですね、あの崖の縁にトンネルがあって、そこに窓が開いてるんですよね。でそれでまずパッパッパッと映画のコマ落としみたいに海が見える。それで急にここに出るんですよね。そうするとこう180度広がってる海がこう見晴らすことができる。でその印象がものすごく強くて、でそこから僕の記憶が始まるということになるんですよね。そのうち今車じゃなくても、今この森の中をこう歩ける遊歩道を作ってて、あそこから米を歩いてこられるように今作ってるんですよ。まだ自分の土地で行ったことがないところがいっぱいあるで行ってみたら、あすごいところあったな、竹林も初めて入ってみて、あすごいなってんで今手をつけ始めてるんですね。まずは遺跡を作りたいと思ったんですよね。滅びた後の美しさっていうのを想定しながら作るって、これは普通の建築とちょっと違うと思うんですよね。人類がその意識が芽生えて文明っていうのを作り始めた頃に、人間っていうのはどうやって建築を作り始めたかということに思いを馳せて、それをもう一回追体験してみたいなということは、まあ基本の基にあるわけですね。一番最初のコンセプトというのは、この地下の70メーターの水道が、冬至の日に向かって、その太陽が昇るところに向かって伸びている、これがもう最初の構想で、それに対して付随して、じゃあ夏至の日、それから春分秋分の日はどうなのか、そういうその宇宙の運行上の軸線を人間がその自意識が芽生えて、自分は何なんだろうと思った時に、やはりその一番最初にしたことっていうのは、自分の場所を知るということですね。それでやったことというのが、太陽の運行の規則性っていうのを認識するということが、一番最初の人間の意識の始まりの行為だと思うんですね。そういうものをもう一回再現してみようと。自然の方が全然ね、造形感覚が豊かだから人生のまあ総まとめみたいなもんですかね。人生の宿題を終わったなっていう感じがしますけどね。これはまあ誰か作ったっていうその記名性もまあ忘れ去られてもいいような、誰が作るともなくあるっていう、そういう佇まいの方が想像上では美しいな、ロマンティシズムっていうんですかね、ある意味では。